これは自作ガチャガチャです。今回はこのガチャガチャの使い方と仕組みを説明します。まずここの口にこのカードを挿します。ここには使い方が書いてあります。ハートバーコードは差し口の左側に向けて差し込みましょう。このカードはガチャガチャ用なので他のことには使わないでくださいと書いてあります。このハートバーコードを差し口の左側に向けて刺します。そしてこのレバーをこの通りに右回しに回すと出てきます。そしてまた出なくなります。それでは仕組みを説明します。このように穴の開いたペットボトルがあり、このように置いてあります。そして一回回すと入って下に穴が来ると落ちるという仕組みになっています。ここからさっき入れたカードが取り出します。皆さんもこの仕組みを使ってガチャガチャを作ってみてください。ありがとうございました。